はい、それでは原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合第387回会合を開催します。プラント関係で議題は1つ、九州電力仙台原子力発電所1号機、変更申請があった部分ですけれども、説明を始めてください。九州電力の上田でございます。お願いがございまして、緊急時対策書の変更のご説明まずさせていただいて、その後ちょっとメンバー説明のメンバーを変えたので、少しお時間をいただいて残り2件という形で進めさせていただきたいと思います。もう待機してございますので、はい、分かりました。はい、はい、九州電力の中本と申します。それでは資料の 1-1-1、仙台原子力発電所1号炉および2号炉緊急事態策書の変更について、資料 1-1-1 に基づいてご説明いたします。まず目次でございます。資料の全体構成でございますが、まず一番の概要というところで、申請の概要と、あと仙台における、主な論点の整理をいたしまして、で2番以降でその、主な論点についてそれぞれの内容を説明するというスタイルで資料を作るでございます。それでは2ページでございます。概要ですけども、変更のポイント1番ということでご説明いたします。仙台原子力発電所では重大事故等に対処するために必要な指揮命令、通信連絡、情報把握等の緊急対処機能を備えました代替緊急時対策所を設置し、現在運用を開始しているところでございます。でこの代替緊急対処につきましては、これまでの訓練実績から十分に重大事故等に対処できることを確認してございます。そして緊急時対策要員がより確実に重大事故等に対処できるように、要員の収容スペースの拡大、あるいは休憩室の整備のために、新しく耐震構造の緊急時対策等括弧指揮所というものを設置しようと考えてございます。緊急時対策等内に設置します緊急時対策所は、基準地震動による地震力に対して免震重要等と同等の遮蔽性能および気密性を確保することとしてございます。あと事故時の指揮命令にかかる機能につきましては、現在は代替緊急対処なんですけれども、新しく作ります緊急対策等指揮所の方に移設することとしてございます。そして代替緊急対処につきましては、今度は緊急時対策等の過去休憩所という名称にいたしまして、緊急対策要員の休憩室に利用して、でこの2つの建物を一体的に運用することで、さらなる機能の向上を図るというものでございます。続きまして3ページです。ここで3ページと4ページにわたりまして、仙台における主な論点の整理ということで整理してございます。でまず3ページですけど、最初はポンチがございます。で代替緊急時対策所、今これは運用している分でございます。で右側が緊急時対策等ということで、今度代替緊急対処の横にですね、括弧指揮所と書いてありますけど、約35メーター×35メーターのこういう大きな建物を建てまして、この中に緊急時対策機能を持たせると。でこの2つの建物を連絡通路でつなぐことで一体運用しようということを考えてございます。でその下の段でございます。代替緊急対策所からの機能の向上、どういうことが向上するかということでございますが、まず居住スペースを拡大いたします。代替緊急対処が170平米でしたけれども、今度820平米、この右側の図のブルーのところで塗っている、面積の合計が820になります。でここに緊急時対策所の対策要員100名を収容することを考えてございます。でなおプルーム通過中に緊急避難としてさらにプラス100名を、収容できるような、能力を持たせることとしてございます。2つ目の丸ですけれども、区画分離でございます。代替緊急対処の場合は1つの部屋でございましたが、今度新しく建てるものにつきましては、機能ごとに、部屋を区画すると、指揮所、会議室、休憩室ということで、目的に応じて部屋を区画いたします。あとチェンジングエリア、代替緊急対処の場合は10平米でございましたけれども、今度新しく建物の方には80平米で広くして使いやすくいたします。あと出入り口を増やすことで、従来は1箇所でございましたが、入り口2箇所、出口1箇所、資機材用を1箇所設けるということで、さらに使いやすくするということを考えてございます。それでこれらの機能向上をさせるための要件、こういうことを満たさないといけないということをその下に書いてございますけれども、まず大きな緊急時対策等を建設いたします。先ほど言いましたけれども、35メーター×35メーターで耐震構造で耐震性を確保することを計画してございます。あと緊急対策所の面積を拡大したいということで、あと休憩室を整備したいということで、代替緊急時対策所を休憩所として使います。でその際に情報収集設備、通信連絡設備を配備いたしまして、休憩所側にも通信連絡設備を配備いたします。あと連絡通路で2つの建物をつなぎます。そしてその連絡通路の構造といたしまして、遮蔽性を持たせたり、空気ボンベで加圧させるための気密性を確保いたします。
続きまして換気設備の配備ということで、これは被爆低減、配置影響等を考慮したフィルターユニットの屋上設置ということを検討いたしました。あと出入り口の運用整備ということで、汚染の恐れのあるなしによって使い分ける、あるプルーム通過中の運用というものも考えてございます。で続きまして4ページですけれども、すいません、はい、ちょっと議論が混乱するので、はい、説明、紙に書いてなくてもいいから口頭で追加説明をしていただきたいんですけど、はい、九州電力はすでに帰許可、代替金帯と、はい、免震というので帰許可が出ているので、帰許可と今回の、耐震の緊急時対策等にしてどう変化がなったのかというのを、資料に書いてなくても口頭でも結構なので、この後も全部同じなので、はい、170から820になったではなくて、帰許可のものに対して、はい、どうなったのかというのを補足しながら説明してください。それでは3ページの真ん中の段でございますけれども、大体近代書は聞こえた170ですけれども、免震重要棟のところは620という、居住スペースですね、緊急時対策所面積を考えてございました。で、免震重要棟につきましては一つの建物でございますので、特に連絡する等はございません。それとあと部屋の区画につきましても、緊急対策所の、場所につきましては、620のところをですね、特にその壁で、厳密に区画することなく、その一体で使うことを、で設計してございました。でチェンジングエリアの面積につきましては、免震重要棟の時には30平米を計画してございました。でそうか。で、チェンジングエリアのところに出入り管理室も当然設けるんですけども、出入り管理室のその出入り口につきましては複数設けることで人の錯綜を防止するということを考えてございました。で建物の大きさにつきましては、58メーター×38メーターというものを、計画してございまして、それで一つの建物で、作るということを計画してございまして、あとはその3ページの下の段ですけど、情報収集設備、通信電力設備等につきまして、あるいは換気空調設備につきましても、今回計画しているものと同等のものを、設置する計画としてございました。ちょっとごめんなさいね、帰許可の部分では、大体が170あって、はい、それから免震棟620で、はい、免震棟620の運用の時に170の方はどうする計画、許可になったんでしたっけ。廃止する計画としてございました。はい、廃止です。はい、ことは170が620に変わる、で620が今回820になると。はい、そういうことでございます。それから、620の免震棟を建てる際にはチェンジングエリアは30平米を計画してございました。はい、帰許可であったとしても、その170を廃止するか、ないしは何かにこう振り返るかって考えると、620足して170だと790だから、大して変わらないって言えば大して変わらないんだけど、廃止せずに、代替を運用し続けるっていうことがメリットって。そうですね、はい、地上1階部分で緊対処機能を、ちょっとさらにちょっと面積を拡大することで居住性を確保したいということで、連絡するツールをつなげまして2つの建物を一体運用したいと考えました。はい、繰り返しになりますけど、要するに帰許可との比較をしてもらわないとメリットの、分かりました、アピールになりませんので。はい、分かりました。続きまして、4ページですけども、ちょっと資料の構成としては先行プラントの比較ということで書いてますけど、適宜帰許可の免震重要等の比較についてもご説明させていただきます。で上の方で説明いたしました機能向上のための要件について、先行プラント当社の限界なんですけども、そこの方でも同じようなものを建てる計画にしてございまして、ちょっとそことの、設計なんですけど、そこについても同様の設計とする、計画にしてございます。一番のまず居住性につきましては、面積は
もともとあったその代替金対象を廃止して、まあ、原価の場合は廃止するんですけども、まあ、宣伝の場合はそれを、休憩所を利用してやるということで、まあ、面積を拡大すると、あとは、部屋を、区画するという話です。これは免震需要棟の時には区画する計画にはなってございませんでした。あと常設のトイレを設ける点については、まあ、免震需要棟とも同じでございます。あとチェンジングエリアの充実につきましては面積を拡大するということで、免震需要棟の時は30でしたけれども、今回80にすると。あと、チェンジングエリアの、まあ、運用関係についても、まあ今回検討いたしまして、減災法の10条の前後で、まあ、出入り口の使い分けをするということを考えました。あと3番目の、今回の私ども の緊急時対策等ですけれども、地上2階部分にですね、換気設備とか電気設備などの機械物を入れる機械室を設けまして、で地下1階、地下2階に、支援要員の会議室と、あと休憩室などを設けるということで、まあ、そういうことで支援要員と緊急時対策要員の機能分離をするということを考えました。でこれについて免震需要棟の方でも、まあ、そういうイメージでは作ってたんですけど、それほど今回ほど厳密にはちょっと分けないような計画としてございました。あと4番目ですけども、プルーム通過後の要因の動きということで、これにつきましてプルームが通過する、恐れがある場合には緊急時、対策所にとどまるように選別を行って、関係ない人につきましてはもう被爆を避けるために発電所の所外に一時退避して、でプルーム通過後に参集する。これはもう従来からそういう計画にしてございまして、代替金対象の運用でもそうですし、免震需要の時の運用も同じでございます。で空気ボンベの加圧ということで、緊急対策用に100名を使用する。これはもう代替金対象も同じ、免震需要とも同じ、今回の計画も同じです。でフィルターの設置場所ですけども、今回の計画では屋上に、フィルターを設置するんですけども、免震需要との場合は室内に、設置する計画としてございました。あと7番は、まあ、今回建てる建物については免震構造から耐震構造に変更するということでございます。あと、緊急対策等の収容人につきましては、最大100名ということで、これについても代替金対象も100名でございますし、免震需要というのも100名を想定していたということでございます。まあ、以上のようなちょっと整理をしたのが3ページ4ページでございます。それでは5ページの今度は仙台の緊急対策とのちょっと個別の中身の説明に移らさせていただきます。5ページです。設置場所でございます。設置場所につきましては右の方の絵のところに書いてございますけれども、緊急対策と左下のオレンジで書いているところになります。でこの場所につきましては配置上の適正ということで、中央制御室や過半型重大事故等対処施設の保管場所のアクセスがいいとか、あと外部支援の受け入れ、まあ、正門から近いという点がございます。あとは炉心から適度に離れた場所に設置するため放射線の影響が小さい、あとは安定した地盤に設置できる地盤状況であると、あとは高台に設置するために津波の影響が、まあ、こういう配置上の適正を考えましてこの位置を選定いたしました。で6ページ、緊急対策所の区画ということでございますけれども、ここにつきまして、先ほど絵と全く同じものをついあの書いてございますけど、そこに4項目ありますけれども、まず1項目目は、その指揮所に係る機能を、指揮所側、大きな建物側の方に設置いたします。で2番、3番、先ほどご説明しました4番ですけれども、プルーム通過中には、緊急対策所にとどまる要員87名に、余裕を満たた100名を収容するという計画としてございます。続きまして7ページです。設備の配置でございます。これにつきましてはちょっと色分けで設備を書いてございました。青色が居住性の確保ということで、ファンとかフィルター、あるいは加圧用の空気ボンベを表してございます。で紫色が情報の把握、通信連絡関係の設備ですが、これにつきましては右側の方に四角で囲んでございますが、情報の把握であれば SPDS データ表示装置、あるいは通信連絡であれば携帯型通話設備などを設置する計画としてございます。あと電源につきましてはオレンジで記載してございまして、発電機車を設置いたしまして、それに燃料を供給するポンプとかのタンクを設置するという計画にしてございます。で8ページでございますけれども、ここにつきましては基準で要求されています居住性の確保、あるいは、必要な指示および通信に関する機能と ABCD と書いてございますけれども、それに対しての、まあ、今回どのようなものを設置するかということで、 A でありますと建物の耐震性につきましては耐震構造で必要な遮蔽を設置する等を記載してございます。あと
通信連絡設備等もそこに記載のとおりでございます。指示の必要な要員につきましても、指揮所と休憩所合わせて100名を収容するということで、あと電源につきましても、発電機を複数台保管する計画としてございます。続きまして、9ページでございます。居住スペースの拡充ということで、これは先ほどちょっと何度か説明しましたけれども、代替賃貸所が170平米、で免震重要棟が620で、緊急時対策棟は2つの建物合わせて820になります。で収容する人数はもういずれも緊急時対策所要員ということで、100名を計画してございます。で今回、新しく建てる建物の使い方をちょっと9ページの下の方の括弧2の方に記載してございますが、プルーム通過中につきましては、水色でちょっとハッチングしている地上1階のところに緊急時対策要員を最大100名収容する計画としてございます。で万一例えば逃げ遅れた人などがいるような緊急避難のような、事態が発生した場合を考慮して、プラスさらにプラス100名を収容可能な設計といたします。で黄色のところの地下1階地下2階はプルーム通過中は使用いたしません。でプルーム通過後の中長期的な対応になりますと、今度地下1階地下2階に支援要員を200人以上収容するようにいたしまして、ここで中長期的な対応をしようと考えてございます。で10ページの方ですけども、今言いましたそういう建物の運用をちょっともうちょっと詳しく表した図でございます。でこれは横軸に事故の進展状況、時間軸を書いてございまして、縦に建物の使い方、人の動きなどを書いたということでございまして、で上の半分がですね、重大事故等対策要因と52名体制、宿直体制を組んでございますけども、その人たちの動きでございます。で運転員6名、あと宿直者司令部4人とかいますけども、最初そういう宿直者がおりまして、いざ事故が起こりますと、司令部の要員の4名がまず新しく立つ緊急対策等に行きまして、でそこで呼び出し等を行います。でそれ以外の宿直員はそれぞれの持ち場に散らばりまして、事故対応を行うと。でその後招集要員が集まってくるということになってまいります。でピンクのところで書いているところがプルーム通過中になるんですけども、この段階になりますと、一部の人は緊急対策所の空気ボンベ加圧のエリアの中に入るということになります。でそこに収容する人数は今のところプルーム通過時は87名、最大100名を想定してございます。でそれ以外の方につきましてはもう発電所の外に、郊外に逃げていただくと。でプルームが通過した後また郊外に逃げてた人が戻ってきて事故対応に当たるということを考えてございます。続きまして11ページです。チェンジングエリアの充実ということで、これにつきましては面積は大体緊対所の時は10平米で、免震重要の時は30で、今回の緊急時対策等は80になります。で出入り口はそこに記載の通りでございます。あと今回連絡通路を作るという観点で左下の絵でございますけども、連絡通路の非常用の出口というものを設けまして、これは非常時に休憩室からちょっと急いで逃げないといけない、緊急対策等の指揮所側を経由せずに逃げることができるような非常口をそこに設置する計画としてございます。続きまして12ページでございます。出入り口の運用でございます。まず入室時の運用ということで、これは先行プラントで議論になったところでございますが、通常時の出入り口ということで薄い青色で、チェンジングエリアを通らない出口をこちらの方でも設けようと思っています。でこれにつきましては汚染の恐れがない場合で使用しようと思ってございます。あと丸2の汚染の恐れのある場合、減災法の10条以降を想定しているんですけれども、これにつきましてはもうこういう事態になりましたらチェンジングエリアを通るようなその赤色の線を使って入室することを考えてございます。あと退出時につきましても現場で作業を行う場合、チェンジングエリアを使って必要な防護具を使って外に出ると運用にいたします。続きまして13ページです。プルーム通過中の運用でございますけど、この時は出入り口をすべて閉鎖してですね、この水色のハッチングしているエリアを空気ボンベ加圧してこの中でとどまるということになります。で14ページですけども、この3項目目2棟での一体運用ということで、ここでは2つの建物、大体賃貸所で新しく建てる指揮所を2つを一体運用することで、居住スペースのさらなる拡充、十分に仮眠、休憩が取れる休憩室の整備をするということで、どういうことを考えて設計したかということでございますが、まず括弧1のところでございます。校内配置の設計条件といたしまして、新しい指揮所を建設する工事期間につきましても、大体近代所の機能は維持しないといけない、あるいはアクセス性確保、アクセス量の確保などを考慮いたしまして、建物の規模を35メーター、35メーターと設計いたしました。
あと区画の分離ということで地上1階を緊急対策所機能で地下1階地下2階を支援機能として副騒動を避けるような設計としたいと考えました。でこれに対する対応策として、新しく建てる建物の敷床の地上1階部分だけで、敷床会議室休憩室というものを設置することは可能ですけれども、大体緊対所を休憩室とすることで連絡するようでつなぐことで緊急時対策所エリアの、居住スペースをさらに拡充できるということを考えまして、そういう設計にいたしました。あと括弧2で仮眠および休憩が取れる休憩室の整備ということで騒音対策、休憩室をちょっと離したところに隔離する、あるいはその位置的分散することで人が交錯しないような配慮をすることといたしました。で15ページでございます。配備する資機材の、保管場所についてでございますけれども、外部からの支援なしに7日間の活動を可能とするための資機材をそこの表のところに書いてございますけれども、図にあります通りその2つの建物の中に配備することで、しっかり保管することを考えてございます。あと16ページが、情報収集、通信連絡設備の配備ということで、赤い枠の方が、今回建てるあの大きな、敷床側の建物になるんですけれども、青色が、今の代替金対処、今度は休憩所と呼ぶところになるんですけど、そこの間のコミュニケーションも図らないといけないということで、青色の枠のところに書いてございますけれども、休憩所には指揮所側との間で、通常の情報連絡や緊急時の呼び出し等に必要な設備を配置する計画としてございます。続きまして、17ページでございます。この連絡通路についてのご説明をここでいたします。で連絡今度の新しく建てる建物は敷所と休憩所と、これをつなぐ連絡通路のそれぞれ独立した3種類の建物で構成して、2箇所の連結部、左下の絵でいきますと、連絡通路のところで赤い丸で囲んでいるそこを2つ連結部が発生するということになります。で連絡通路につきましては、空気ボンベ加圧対象エリアとして、プルーム通過においてもここ通れるような設計としたいと考えてございます。で連絡通路の連結部につきましては、地震時の各建物の相対変を考慮して隙間、約100ミリを設けまして、設けまして、そのコンクリートがその地震の揺れの時に直接接触しないようにします。で隙間がありますので、そこにシール材を設置する設計といたしたいと考えてございます。で連結部のシールの機密性ということで、ちょっと絵の右側のところに小さい字で米印書いてございますけれども、そこのリーク率というかですね、空間体積に対して 0.15 回パワー以上以下に抑えることを設計目標としたいと考えてございます。でそういうふうに設計したと、一番下のポツでございますけれども、運用開始後もですね、定期的にその 0.15 回パワー以下であることを確認していきたいと考えてございます。で18ページに具体的な連絡通路の絵を描いてございますけども、各建物の相対変を考慮して100ミリの隙間を設けて、隙間はそこの絵にありますようにラビリンス構造といたしまして、適切な遮蔽厚さを確保いたします。であとシール構造につきましては、国内の原子力発電所の建屋間の接続部等で実績のある構造といたしまして、でシール材の材料につきましては、当社の原子力発電所の配管貫通部シールとして実績のあるシリコンゴムを使用する計画としてございます。でこのシールにつきましては丸3ですけれども、内側と外側にシール材を取り付けまして、内側の目的は制圧に維持するということで、外側のシールは放射性物質の侵入防止するということで設置しようという計画にしてございます。続きまして19ページでございます。19ページがフィルターユニットの配置でございます。でこれは先行プラントと同じように、結論としては屋上に設置する計画といたしました。で検討する際にその丸1から丸4ということで、丸1は室内で、丸2が、屋外の地上で、丸3が屋上で、丸4が屋外の地下、この4つのケースについて比較検討いたしました。で被爆、このフィルターにつきましては当然線量が高くなりますので、適切な遮蔽壁で覆うことを考えてございます。でそういう措置をすること、あるいはその人が近づかないような措置をすることで、被爆低減という観点でいきますと、どれも対応できるのかと思っているんですけれども、設備の影響ということで、丸2と丸4につきまして屋外にフィルターを設置するということで、ファンとフィルターユニットの距離が長くなりまして、屋内外のダクトの取り回しが困難になるというちょっとデメリットがございます。あと、丸1の屋内の機械室内に設置する計画も考えたんですけども、現状の建屋計画では、フィルターユニット周りの通路やメンテナンススペースを十分に確保した上での機械室の設置が困難ということで、そういう設備影響や配置の影響から、丸3の屋上を採用したということでございます。
で20ページがそのフィルターユニットに蓄積する放射性物質からの影響について記載したところになります。でまずこの20ページでは審査ガイドに基づく宣言強度を用いた遮蔽フィルターユニットの遮蔽表面の占領率について評価いたしましたところ、プルーム通過直後で 2.5×10 の3乗ミリシーベルトパワーで、緊急時対策所にとどまる期間7日間経過後で 7.9×10 の2乗という非常に高占領になることから、もうこういう場合はもう放射性物質の減衰を待つ保管管理を行うと思ってございます。でフィルターユニットそのものはその屋上ということで地上から10メートル以上離れていることと、屋上の中央部に設置することから、地上の作業員に対する影響につきましては評価いたしましたところ 4×10 のマイナス2乗程度であり、影響は小さいと考えてございます。あとフィルターユニットからの放射線による緊急事態対策所内の要因への被曝につきましても評価して 8.2×10 のマイナス4乗ということで、これも小さいことを確認いたしました。で続きまして21ページでございますけれども、フィルターユニットの実運用に対する考慮ということで、福島第一で の、まあ、そのフィルターの洗浄 の上昇率をちょっと参考に評価したというのがこの21ページでございまして、福島の場合は13日間で約 5.5 ミリシーベルトパワーまで上昇してございます。でこの実績をもとに検討したということで、まず括弧1でフィルターユニットの占領管理ということで、フィルターの管理基準を遮蔽表面で2ミリシーベルトパワー以下、これはフィルターの表面では44ミリシーベルトになるんですけれども、この占領率まで上昇したら遠隔操作で二系列ありますので、フィルターが2系列ありますので、大気側のフィルターユニットへ切り替えようと考えてございます。で切り替え直後のフィルターの その占領率は 2ミリシーベルトパワー以下でございますので、緊急時対策所内の要因あるいは地上の作業員の影響は小さいと考えてございます。でこのフィルターについてもいつまでも置いておくわけにいきませんので、フィルターの交換というものを考えてございまして、使用後のフィルターによる長期間の被曝の累積を可能な限り低減するためにフィルターの交換を行います。でフィルターの交換作業につきましては、フィルターの表面 その占領率がある程度低下してから行うと考えてございまして、2ヶ月後には6ミリシーベルトパワー程度まで低下すると評価いたしましたので、まあ、そのきちんとした防護具あるいはその時間等を管理しながら作業することを考えてございます。で交換したフィルターにつきましては、ボックスパリット等に収納して固体壁物貯蔵庫等の適切な場所で保管することを考えてございます。で22ページからがちょっと被曝評価結果になるものでございます。で22ページに書いてございましたので、審査ガイドに基づく評価方法に基づきまして評価を実施してございまして、23ページがどういう宣言からの被曝を考慮するかという模式図を書いてございます。で評価結果が24ページに書いてございますが、そこの表のところで1、2、3、4、それぞれの評価結果の合計値が26ミリシーベルトということで、これ7日間の評価値なんですけども、7日間で100ミリシーベルトを超えないことを確認いたしました。で米の2のところに書いてございますけど、大体緊急対策所の時の評価結果につきては34ミリシーベルトでございました。続きまして25ページでございます。これまではその錦帯島そのもののお話だったんですが、ここはちょっと今回その工事を建設工事をやるにあたってですね、ちょっといろいろ仙台特有の事情がございますので、そこについてのご説明でございます。まず25ページアクセスルートの形状変更ということで、緊急事態対策等につきましては緊急対策所に隣接して設置する計画としており、校内及び校外からのアクセスについてなんですけれども、それを描いた絵がその下のところにございまして、左側が現状の代替緊帯所へのアクセスルート、で右側が今度新しく建てる建物へのアクセスルートになります。で判例のところを見ていただきますと、まず3周ルートということで、薄い水色の線、これが校内にある宿食施設から人がやってくるルートでございます。あと薄い紫の線が校外から人がやってくるアクセスルートでございまして、そこに記載の通り右と左で、ほとんど変わらない、距離も変わらないということを確認いたしました。あと、緑色の線につきましては重大事故当時のアクセスルートになりますけれども、今回新しく建てる指揮所側がちょっとはみ出す関係で、道路をですね、まっすぐ降りてた道路をちょっとこう右側に膨らますような形状にいたすんですございますけれども、基本的にそんなに距離も変わらないということで、資機材の移動にかかる所要時間に影響はないと考えてございます。あと26ページでございます。緊急対策等設置に伴う資機材移設ということで、工事を実施するにあたりましてですね、ちょっと移設しないといけない設備がございますので、その説明をいたします。で26ページの
オレンジのところに書いてあるのが緊急時対策棟でございますが、この辺りがその掘削作業などをするために重機を設置しないといけない、あるいは資機材をの仮置き場を確保しないといけない、まあ、そういう事情がございまして、オレンジの四角の下のところにちょっと、ブルーで丸い、ところ記載してございます。ここに置いてあるあの SA 設備をですね、あのちょっと移動しないといけないという事情がございます。でそれにつきましては、第6保管エリアを、その道路を挟んだ右側のところにちょっと拡張するような形でですね、あのちょっとあの L 字型になってございますけど、その位置にあの保管エリアを拡張することでそこに設置することといたします。で事故時における資機材の運用に影響がないようなあの配慮をした設計とすることを考えてございます。で27ページでございますけれども、第6保管エリアの拡張の範囲を、変更前後で記載したものでございます。上の、左側の絵でございますが、緑の点線で囲んでいるのが現状の保管、第6保管エリアになります。で今度、変更後はですね、あの左側のちょっと上半分をですね、あの右側のブルーの、点線で囲んでいるエリアのところにちょっと持っていくことで、ちょっと第6保管エリアを拡張する形で、この2つのエリアで資機材を保管することを考えてございます。でそこの新しく置く場所の地盤の評価について書いたのが28ページでございまして、もともとここは免震事業棟を建てる予定地でございましたので、あの今回の拡張部の地盤の岩盤でございまして、季節部と同等の地盤の安定性を有してございます。で斜面の周辺斜面の崩落等の影響もないということを評価してございます。29ページでございますけれども、ここでは、資機材を移設することの影響評価ということで、アクセスルートでございますけれども、当初はですね、その右側の絵の、黒い線があの道路が上から下にぐーっとこう走っているのがあるんですけど、それをちょっと赤色のちょっと、右側に30メーターほど、移動したような道路を今回作ることを計画してございます。でこれにつきましては、あの30メーター程度の施設でございますので、事故当時の資機材に移動に関わるあの所要時間に影響を与えないと考えてございます。あと、2つ目の資機材の数でございますけれども、これは第6保管エリアの中のものをその拡張部に移設するということで、数の変更はございません。で資機材の間 の, その離隔距離についても適切な距離を確保するということで、移動時間に影響はございません。あと自然現象等への考慮ということで、たるみ巻き取り装置付きの固縛装置などについても、今と同じように設置いたしますので、そこの同様の対策を講じる計画としてございます。あと30ページでございます。免震構造から耐震構造への変更ということで、今回あの新しく建てる緊急対策所の指揮所につきましては、あの耐震構造で作ることを計画してございます。でこの緊急時対策棟内に設置する緊急時対策所は、免震重要棟と同様に基準地震度による地震力に対して断性範囲に収めることによって、遮蔽性能を担保するとともに、換気設備の性能と相まって十分な気密性を確保することとしてございます。で下の、フロートにつきましては、一番左側に免震構造の特徴、あと真ん中が免震重要棟の設計で得られた知見で、一番右が、耐震構造の設計上の配慮ということで記載してございますが、まず左側のところでございますが、免震構造の特徴といたしまして、水平方向の、揺れを低減する、まあ、地震時の居住性に優れという、優れたメリットがございます。でそれにつきまして、免震重要棟の設計の中で、まあ、人や物品に対する水平力の感染力を大きく低減できるということで、人が転倒するリスクが小さいというメリットがございます。でこれについて、耐震構造で設計上の配慮をすべきこととして、やっぱりその机の固縛とか通路への手すりの設置等を配慮する、まあ、そういうことをやっていかないということを整理したものでございます。続きまして、31ページでございます。であの前回 の, あの審査会合、1月に、開いていただいた審査会合で指摘されたの事項への回答ということで、免震重要棟と緊急時対策等の工程の差を説明しなさいという宿題がございました。でこれにつきましては、あのまずこれまでの経緯ということで、括弧で書いてございますが、設置許可段階では当然免震重要棟で、作るということで SSL を追加するとともに、免震構造の特性を踏まえた設計方針を策定して、設置変更許可をいただいてございます。で公認段階で、最初あの大体近代所の、まあ、公認審査を受けていた段階なんですけども、そこのところで、まあ、水平二方向と延直方向地震力の組み合わせ等を考慮するとか、まあ、そういうことが出てきまして、詳細設計にかかる検討を開始いたしました。で詳細設計をやっている段階でちょっと分かってきたことがいくつかございまして、
でちょっとアンダーラインのところを中心にご説明しますが、免震構造の特性による地震の優れた居住性の実現や、設備の構造強度設計の合理化といった、優れた特徴が設計に反映できることが分かってまいりました。で一方、その免震方向の揺れの増幅や外部との相対変化が大きいといったこともございましたが、それについても既存の技術で対応できることを確認してございました。で一方で、非常に大きなレベルの地震力を考慮する必要があるということで、市販の免震装置をそのまま使用することは困難なため、免震装置の拡張試験が必要になると、運用開始までに長期間要することが判明してまいりました。で耐震構造の方の検討も合わせてしたんですけれども、免震構造の特徴に十分対応可能なこと、あと耐震構造の方が少なくとも2年程度早く運用開始が可能なことを確認いたしまして、で一番下のところでございますけれども、計画変更ということで、緊急時対策書機能を向上させた緊急時対策書を、早期に実現させることが最優先と判断いたしまして、免震重要棟内から、耐震構造の緊急時対策棟内に設置する計画を変更したということでございます。でその下の32ページの資料につきましては、そこの2年程度早くできるということを書いた工程表でございます。で33ページ以降につきましては、ちょっと参考資料になりますので、ちょっと説明は割愛させていただきます。以上でございます。はい、ちょっと資料でですね、はい、この審査で許可に至るまでにきちんと整理をしていただく必要があるのは、はい、既許可との、先ほど山形からも指摘をしましたけれども、既許可との間の比較であって、はい、で機能向上云々というのは、既許可との間の比べてもらわなきゃ意味がなくて、代替金、もともと廃止して、免震事業棟内に、配置する予定であった金体上、はい、との間の比較でないと意味がなくて、もともと廃止する予定の代替金対処からこのように機能が向上しますって説明を受けても意味がない、はっきり言えば、はい、もともと決まってたことなんだから。でこの中で私たちが許可をする上で大きな参考となるのは、この資料を見る限りにおいては、工程で2年間早くなりますと、はい、あるいはこの資料から、こちらが何て言いますか、推測するというか、基本的にその免震棟というのは、きちんと検討をしていったら、引き上げられた設計基準地震動等を考慮すると技術的に困難であるないしは不可能だと、あるいは、そうですね、技術的に不可能ないしは困難である、一方で耐震構造であっても十分免震構造のものの機能を補うことができて、で一方広さも広くできるって、そういう説明を受けるものと思ってたんですけども、代替金対処からの機能向上っていうのは、これはもうすでに許可した免震棟内にある場合でも議論したものですので、ちょっと今日期待していた趣旨とは明らかに違うので、これは明確に免震棟内に、既許可の中において免震棟内に金体上を置いた場合に比べて、今回の変更申請によって向上している、ないしはもう免震棟内に置くというものがそもそも技術的に成立しえないものであった、デメリットがあるという意味ですね。そこの説明をきちんと整理してもらわないと許可の要件に至りませんので、そこは改めて申し上げておきます。これはこれまでも申し上げたつもりでいましたけれども、はい、その上で名倉さん。規制庁の名倉です。今福田委員がおっしゃられたことを少し関連することではあるんですけれども、参考資料の方の35ページ、あ、すいません、1の1の1の資料の35ページ参考3として、設置許可の時の、これ、添付資料の方の設計方針でありますけれども、免震重要棟の場合の金体に対しての設計方針ということが左側に記載されていて、それに対して今回どういうことが分かったのかということを記載しているというふうに理解しています。それで、36ページの方を見ますと、第2パラグラフ、第3パラグラフ以降ですね、建屋の設計というところを見ると、上部構造下部基礎板は基準地震動
と設計用地震動に対して断性範囲にとどめる、それからその後のパラグラフで建屋の上部構造についてもここに書いてある理由によって、これも断性範囲にとどめる設計ということで、免震構造を採用する場合の免震重要棟の建屋の部分の耐震設計としては、SS に対してもしくは設計用の地震動に対して断性範囲の設計をもともとすると言っていたと。それで右側に書いてあるのは、市販の免震装置でもとりあえず水平2方向とか不確かさを考慮しない場合は成立するんだということを確認したと。で、あと免震装置の効果も確認をしたと。ただし、先ほど申しましたけど、水平2方向と延直方向、水平2方向と延直方向の組み合わせとか地盤部線のばらつきを考慮した場合については、比較的その余裕が小さかったので市販の免震装置による免震構造設計では成立が困難ということで、免震装置の設計検証による対応が約10ヶ月、それから延直方向の地震動応答の増大に伴って汎用機器の健全性評価で過信試験等を実施するので22ヶ月と、こういったところが大幅な長期化要因になるということで、今回はやめたというふうに理解します。それでちょっとお聞きしたいのは、すみません、前置きが長くなって申し訳ありませんでしたけれども、30ページとか見ますと、2つ目の項目で、免震重要棟と同様にということで、金体の機能を有する部分については遮蔽性能とか気密性の観点で断性設計にすると、断性設計になりますと言ってるんですけれども、耐震型にする場合は基本的に建屋のある程度の部分を占める金体上機能を有する部分、これに対して断性設計をするということは、今地下1階、地上2階ぐらいの低層の建物なんですけれども、その場合はほぼ全体が断性設計、 SS に対してもしくは設計用地震動に対して断性設計をするということになるというふうな理解でよろしいでしょうか。はい、九州電力技術本部の明石でございます。設計方針としてはそのご理解いただいている通りでございます。基本的に近代省機密性の確保が必要な部分はもちろん断性設計で機密性を確保するように設計するわけですけれども、結果的にもそれほど高層な建物ではございませんので、結果的に建屋全体としてほぼ断性設計に相当する設計になるということでご理解いただければと思います。はい、免震構造の場合の建屋に対しての目標性能として設定する設計方針の内容というのは、結果的には耐震型であったとしてもほぼその性能に到達するとという理解でよろしいですね。技術本部の明石でございます。その理解で結構でございます。はい、わかりました。以上です。はい、他に清張責任です。許可のところから、今回 の2棟一体 の近代省になって、スペースの拡充っていうところが増えたっていうことは分かったんですけれども、例えばそれ以外の観点で機能を向上しているっていうところがあったら説明ください。例えばなんですけれども、窒素ボンベですとかそういうのは地下に埋設しているとか、そういった点があるんですけれども、そういったところでスペース以外の観点からも機能向上している点がありましたら説明ください。発電本部の中村でございます。スペース以外の機能向上に関しましては、
まずはですね、区画分離、こちらがですね、9ページに示させていただいております。もともと部屋を単一区画からで、計画してございましたが、こちらにつきましては、機能ごとに指揮所、会議室、休憩室に区画分離する設計をいたしまして、機能の錯綜等を防止すると、そういったメリットがあるというふうに考えてございます。であとはチェンジングエリアの充実ということで、確かに代替金対象、あと免震中と30平米から80平米に増加したというのはございますが、さらにですね、入り口2箇所、出口1箇所、あと色彩用出口1箇所を設けることによりまして、人員の服装、出入り場の服装等を避けることができるというふうに考えてございます。あとさらにですね、常設のトイレ等を設けまして、ユーティリティの充実を図っているというのもメリットというふうに考えてございます。今の質問については、先ほど申し上げたように、別途整理して、改めて説明していただきますので、ここでは割愛します。はい、他に、岩永さん。規制庁の岩永です。被爆のフィルターですね、屋上に設けましたフィルター、これは新しいものも古いものも一緒であると思いますので、共通的な課題として、ちょっとお伝えしておきたいなと思うんですが、我々、資料といたしましては、すみません、めくっていただいて、19ページですが、これはですね、新旧の錦帯状とあまり関わらない問題として、我々見ておりまして、そのフィルターユニットというのは、すなわちその放出されたプルーム、もしくはその放出された後の、その、FP をですね、集めてしまう装置でもあってですね、言ってみれば錦帯状要因の全体に対して被爆の機会を均等に与えてしまうところにこのフィルターユニットを配置するということの考え方について、どうしてもここにないとダメだと、それをいわゆるその被爆機会の均等化、いわゆるその遠ざけて、距離時間遮蔽として遠ざけて、人からその宣言をできるだけ離して置くという基本的な考え方の中で、達成、できる範囲で、ここですという説明を一旦していただけますでしょうか。九州電力の関でございます。フィルターユニットの設置位置につきましては、先ほど、ご説明させていただきました通り 4箇所について、検討してございまして、屋外につきましては、当然十分距離が取れますので、屋外に設置した場合の方が、距離として三原則距離、時間距離遮蔽の三原則から申しますと一番有利となります。ただ設備影響としまして、ダクトであったりファンの容量の増大化というのがございますので、その懸案が残ったというところがございます。で、地上の機械丸一番の機械室ですね、錦帯等の2階に設置する場合と屋上に設置する場合につきましては、錦帯等の、緊急事態削除要員ですね、1階に居住している要員につきまして、丸一番の2階に設置する場合よりも丸三番の屋上に設置する場合の方が距離を確保できるということで、丸三番の方が有利だと考えました。で、地上の作業員につきましては、確かに屋外に設置して、フィルターユニットに近づかないといった措置を講じることで被爆低減を図ることができるんですけれども、屋上に設置、先ほどちょっと説明でありました通り、屋上の、中央部付近に設置することで、錦帯等の屋根が70センチございますので、こちらの遮蔽効果を見込むことができると考えまして、遮蔽効果と、
あとは設備影響を、総合的に勘案した結果、屋上でも問題ないというふうに判断いたしました。規制庁の岩永です。放射線遮蔽ということに、特化するというか、その部分を充実させることで被爆のその線量自体は、このようなケーススタディをやっていただく中で最も低いものを選んでいるということですが、我々 HF での経験ではですね、やはり建屋の近傍もしくは建屋内にフィルターがあることによって、そのいわゆる事故対策について相当な影響を受けたという経験がありますので、その時にやはりその HF ではですね、そこに配置している非常用 DG のいわゆる吸気側のファン、いわゆるフィルターに大量の FP が吸着することで被爆線量を上げてしまったという経験がありますので、今回はその遮蔽効果といわゆるその今申し上げているその筋体上の上の方に置くことによって、筋体要因は被爆を低減するということ、あとこれユニット交換するということについては、変えてもですね、その場に置いておくと線量がそこに蓄積していくだけなんですね。この変えるということが線量低減になっているのかということについてはいかがですか。九州電力の関でございます。フィルターにつきましては、要は1F の実績等を踏まえた場合につきましては、2ヶ月程度保管することで、6ミリシーベルト程度、交換が可能であるレベルまで、線量が低減すると考えてますので、そのレベルまで低減しましたら、フィルターユニットの中のフィルター自体を交換しまして、ボックスパレット等に収納しまして、要は筋体等から離れた場所にございます固体廃棄物貯蔵庫等に保管することで、筋体所要員または筋体所周りの地上の作業員への影響は低減できるというふうに考えてございます。規制庁岩永です。いわゆるそのフィルターユニットは、いわゆるハンドリングを考えて線量をこの程度に抑え、ある程度蓄積すればそれを要は人から遠ざけるような形で保管廃棄をするということで考えているということでよろしいですかね。はい、九州電力関です。はい、おっしゃる通りでございます。はい、分かりました。はい、他に、ですね、繰り返し申し上げているように、許可の免震事業等内に筋体上を置いた場合との違いについて、今回ほとんど整理されているとは言えないと私は考えてますし、本来聞けるはずの説明は聞けていないと思っているんですが、その上でちょっと申し上げておくと、30ページで、免震事業棟の設計で得られた知見でそれぞれに対する対処、耐震構造を取った場合での対処で、この対処の従前性をきちんと説明してもらわなきゃいけないと。人が転倒するリスクが小さいと、免震棟の場合は。耐震構造の場合は、中は揺すられるけれども持ちますと。ですから小枠や手すり等をつけますというんですけども、非常の細部の設計に関しては許可というよりは公認のところで見ていくことになるんだろうけれども、それにしてもですね、例えば耐震じゃない免震の場合であると、その機器配管サポート等の簡素化により室内空間の有効利用ができると。でこれに対処するとしたら、耐震構造であれば一方そのサポート等々もいるし、手すり等もつける、小枠等も行うということになったときに、だったら十分広いものを建てますというところになるんだろうけれど、その代わりに広いものにしてスペースを確保しますと。でそのスペースの確保っていうのは、冒頭説明があったけど620からうぬんっていうんだけど、その増分っていうのは基本的に廃止するつもりだった170平米を廃止しないで休憩所に使うからと。先ほどお話したように、170足す620だったら790で820と大して差はないと。で一方メリットとして、書かれてないメリットをこちらから言うのも不思議ではあるけれど、例えば訓練等をこれから繰り返していくと、もうすでにされているだろうし、これから訓練もするだろうと。筋体上の運用については人員の動きが一番大事なんだと。そうすると大隊等の隣に立てるんだから同じ動きでできるけれども、免震棟になったら改めてやり直すことになるんですって。でそういう検討はいろいろされてると思うので、きちんとそれをまとめてもらわなきゃいけない。で
ですから、まあ、もう一番聞きたかったことが聞けないでいるっていう。でそれから一番聞きたかったことの説明が、配慮だとか検証を採用云々という言葉でまとめられてしまっているけれども、そここそきちんと今回の変更にあたっては立証してもらうと。ですから先あの改めて この件については説明を受けたいと思います。それからもう一つ、ですね、工事に伴うこの、耐震をやるとしたときに工事に伴うということで、第6緊急用保管エリアから第6緊急用保管エリアを拡張して、機器を移すと。でこれについては、まあ仮に、この変更申請のあった内容でいくとしたらば、この変更になって、まあ、アクセスルート等々が警備ではあるけれども変わると、それから機器の置き場所が変わると。でこれは、説明があったのかもしれないですけど、この錦帯塔を建てた後も変わらないんですか。あ、九州電力中本です。一応のところ、今のところは錦帯塔を建てた後もその今回移設する場所のところにきちんとしたその垂水巻き取り装置などを設置して、そのままにしておこうということを計画してございます。でそうするとその、新しく建って工事用の、まあ、重機等々を置くエリアっていうのはその後工事完了後はどうなるんですか。九州電力中本です。まあ、広い空間が残りますので、まあ、例えばその錦帯塔に物資とかを届けるですね、車の駐車場とかですね、なんかいろいろなことに利用できると考えてございまして、詳細は今後詰めるんですけども、そこの空間もきちんと整備して、そういう駐車場とかいろいろな目的に使えるようなスペースにしたいということは考えてございます。まあ、スペースとして開けておこうということですね。そういうことでございます。はい、それとすみません、九州電力中本です。今日は先ほど福谷の方から免震との比較が整理できてないということで、まさしくそういうことなんですが、ちょっとお手元の資料のですね、このまとめ資料のですね、耳たぶのその1の1の3のシリーズなんですけど、どっちかというとその1の1の4のシリーズからちょっとめくっていった方が早いんですけども、ページ番号で 61-8-参考-1、 繰り返します。 61-8-参考-1 っていうのが、5ミリぐらいその1の1の4から前の方にいったところにあるんですけれども、そこにちょっとまだ表計士ということで、もう単純にその項目別に免震重要等とその今回申請しました緊急対策との比較ということで、まあ、つらつらと並べた表はあるんですけども、すいません、パワーポイントという形できちんと整理してございませんでしたので、そこはちょっとまた整理してご説明させていただきたいと思います。いや単純な比較だけではなくて、はい、九州電力としてのメリットの、はい、そうですね、はい、そういう説明ができてなくて、もうこれは単純にその、はい、項目別の比較なんで説明にはなってないと思うんですけども、はい、今度ちょっときちんと整理してまいります。はい、岩永さんは。すみません、規制庁の岩永でございます。今回その資料構成といたしましては、機許可におけるそのいわゆる免震等のいわゆる錦帯所と、今回新しく耐震設計の免震と錦帯所については比較をしてきているというところですが、頭の整理としてそのいわゆるこの資料においては経緯も含めて整理をさせていただこうとしていたと思うんですが、要はメリットをどこで示していくかというのは、まさにその620に対して820になったということがどの程度良くなったかというのは十分見てきていると思っているんですが、今日ちょっと落とし込めてないというところは、ちょっと我々とヒアリングをする中にも少し乖離があるんではないかと、まあ、私も昨日まで繰り返しお伝えしてきているところですが、今日こういう資料ですので、まあ、ぜひともですね、ちょっとこの乖離をなくしていただいて、で効率的にやっていただければなと思っております。九州電力中本でございます。たびたびヒアリングでご指導いただいて、そのご期待に答えずにちょっと申し訳ございません。今おっしゃっていただいたコメントを踏まえまして、ちょっとしっかりまた整理してご提示して、しっかりすり合わせしていきたいと思ってございます。規制庁の言わないです。我々特にその要望しているわけではないです。我々はあくまでそのいわゆる許可と今回の許可におけるそのメリットを教えてくださいというのを繰り返しお伝えしているということですので、それに期待に応えていただければということでございます。はい、九州電力中本です。了解いたしました。規制庁の小坂でございます。資料1の1の1の17ページにですね、大体を、休憩所
室として使ってですね、今度作る耐震と、結んで一体運用ということなんですけれども、もともとその免震棟にするときは大体は廃止するということだったので、一つの建物で運用するということだったんですけどね。で今回はこれ2つの建物をつなぐというところの説明を17ページでしていただいてるんですが、そうしますとその連結部というのがどうしても生じて、その大きな地震があったときにここが一つ弱部になるかと思うんですね。で、そういったことに対処するためにということで18ページにも説明してはいただいているんですけれども、やはりいろんなことを考えますとですね、これを独立してですね使わざるを得ないようなところもある、そういった時もですね考えないといけないのではないかとか、それからこの連結部のところっていうのは、それ今までのそのこういった原子力発電所の中でこういったものがですね、その地震の時にも耐えられるようなその気密性、ある程度の、全くリークしてはいけないというわけではないですけれども加圧しますから、それでもそれなりの漏洩率を保たないといけないということで、その辺の技術というのはもう九州電力さんとして確保されているということなんでしょうか。九州電力発電本部の今村でございます。補足説明資料の方でご説明させていただきます。お手元のファイル、インデックス1の1の2の資料、こちらの、ページ番号、後半になりますけれども 34-補足の140ページお願いいたします。 34-補足-140ページでございます。でこちらに補足18といたしまして、この連絡通路、こちらの機密性の確保について資料をまとめてございます。でこちらの1枚目2枚目につきましては、パワポの資料と一緒でございまして、めくっていただきまして下のページ142ページでございます。まず連結部、こちらは建屋間の隙間が100ミリ空けてございまして、そちらはシリコンゴムのシール材でシールすると。でこちらの図の3のようにありますように、この赤っぽいもの、こちらがシール材でございますけれども、こちらの地震時の変異を考慮いたしまして、ずれが発生した場合に伸び縮みした場合に圧縮力や引っ張力がかからないような形状の設計をまず行うこととしてございます。でページ飛びまして148ページにはございますけれども、実際にその設計をもとにモックアップとして実際の施工するシール材で実際にそういった形状のものが実際に施工できるかということを検証してございまして、実際に設計取り付けという施工までできることを実際に確認してございます。でさらに149ページでございますけれども、この148ページのモックアップの装置、こちらを鉄板で両面挟み込んでおきまして、これで実際の機密試験というのをやってございます。でこちらで確認した結果でございますけれども、150ページになりますけれども、氷山の漏洩試験結果でございますけれども、試験圧力を制圧時に100パスカル、この時の漏洩量が 0.130 リッターパーミニッツとなってございます。でこちらの右の方に判定値って書いてございますけれども、こちらが換気設備の設計をもとに許容できる漏洩量というのを設定してございまして、その設計上の許容値に対して十分に下回るものが実際に施工できるということは試験で確認してございますので、九州電力といたしましては技術的には十分成立性があるということは確認してございます。はい、了解いたしました。はい、他にいいですか。ちょっと後ろから行こうか。はい、はい、
すみません、規制庁、坂本です。1点だけちょっと確認させてください。先ほど説明では4ページなんですけども、ちょっと3番のですね、地上2階と地下1階の こちらの、いわゆるあれですよね、今回の許可の部分でない自身のところ、こちらの方は先ほど今回の計画とその前のですね、免震棟との、そのなんか比較をされたときに厳密にはその分けないっていうふうに言われたと思ったんですけども、こちらの方をちょっと説明いただきたいんですけど、今回はもう自主設備と許可の方とで分けてるんですけど、免震の時の時の考えをちょっと教えてほしいんですけども。はい、九州電力の今村でございます。まず既許可の免震重要棟内につきましては、緊急対策所エリアが620平米と申しましたけれども、同一階層に支援要員等が入る会議室が別途ございまして、同じフロアで同じ通路等を用いた緊急対策所の要員と支援要員が混雑して、場合によっては動線が交わるような設計でございました。で、一方でございますけれども、資料 1-1-1 の33ページ、参考資料で付けてございますけれども、参考1の緊急対策と各指揮所の支援機能でございます。こちら下に平面図載せておりますけれども、新しい緊急対策棟の指揮所側、こちらの地下の1階と地下2階、こちらに会議室や休憩室等を設けてございます。で、今回の緊急対策棟につきましては、支援要員、こちらをですね、200人以上収容するんですけれども、明確に支援要員は地下の1階、2階のみ。で、緊急対策所要員は地上1階のみということで分離して、階段等を使って、分離しますけれども、原則、両要員が、服装したり工作したりしないような動線をきちんと管理するというところが改善点でございます。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ山形さん。すいません、簡単な質問2つですけど、緊急避難的に100名追加で受け入れることが可能だっていうことで、二酸化炭素の評価はされてるんですけど、そのほかに注意すべきことが あるのかないのかっていうことなんですけれども、とは1点と、それとその保管エリアの拡張部の上を送電線が走ってるんですけれども、その送電線については、これちょっと意味が分からないですけど、鉄塔が評価した場合の影響範囲っていうのは外れて、るんですけれども、別のところには線が、スイカ市内だったかな、ことを確認してるっていうふうに、書いてあって、一体どっちなんでしょうかって、鉄塔は倒れるっていう評価をしているのか、倒れないから、送電線は垂れてこないっていう評価をしているのか、ちょっと どちらでしょうか。この34の補足の154だと、鉄塔構造を保持する設計とするってなってるんですけど、他のところでは鉄塔は倒れる倒壊範囲っていうのをなんか書かれてて、これの具体的な何に対して倒壊構造を保持する、 SS に対して保持するっていうことでしょうか。はい、岐阜電力の今村です。まず一つ目の、緊急避難的に、プラス100名を、プルム通過中に収容するということで、こちらの換気設備、の設計に対して、酸素濃度、二酸化炭素濃度、こちらは十分に、余裕があるということを、資料で言いますと、資料 1-1-1-34 ページでございますけれども、こちらに、記載してございます。で、一方プラス100名を収容するにあたって、その人たちが、十分に居住といいますか休憩等ができるかということで、実際
緊急対策1階エリアは最大100名の設計になってございますけれども、実際にミーティング等のテーブルであったり休憩食事用のソファー椅子等がございまして、プラス100名がまあただ突っ立っているとか床に座るとかじゃなくて十分中で座ったりする場所というのも十分ありますので、プラス100名がまあ居住できるという環境は十分にあると考えてございます。九州電力の村山でございます。もう一つ目のご質問の鉄塔につきましては、基準地震動に対して構造を保持するということで今進めてございます。改めて整理した上でご説明させていただきます。規制庁桜田です。2点簡単な話で今日じゃなくて結構です。次回整理するときに教えてくださいという話です。1点は620平米とか820平米とか話ありますけど、新しいその計画で820平米と書いてあるところに入っている面積はどこの部分なのかということをちょっと示していただいて、そこは本当にその面積にカウントしてもいいのかというところの説明をしてください。特に気になっているのは連絡通路とかその境界の部分ですね。そこを入っているのか入っていないのか、ということです。2点目はアクセスルートとか保管場所についても帰許可の時の考え方とどう変わったのかというところは整理をしてその比較をしてください。以上お願いします。九州電力上田でございます。整理して再度ご説明させていただきます。発電本部の中村でございます。まず面積の件でございますが、6ページをまずご覧ください。こちらの下あたりにですねイメージ図を設けさせていただいて、でその中で左からですね休憩室170平米、指揮所真ん中あたりでございます、右の真ん中あたりでございますが約250平米、で会議室合わせて400平米と記載をさせていただいています。でそちらをちょっと頭に入れていただいて8ページめくって、すみません9ページをめくっていただいてですね、でこちらにですね真ん中に表がございますが緊急対策所等といたしまして、右側でございますが緊急対策所の面積として合計820平米ということで整理をさせていただいているというものでございます。通路トイレは含んでない状況でございます。まあ、部長がおっしゃったように改めて説明していただきますので、はい、他にありますか。はい、それでは以上で近代上に関する議論を終わります。改めて説明を受けようと思います。じゃあ入れ替えがあるということなので、入れ替えが済んだら再開します。はい、それでは再開します。直流電源と受電系統説明をお願いします。九州電力の秋吉でございますが、お手元の資料でございますが資料 1-2-1 これが常設直流電源設備3系統目の設置についてというこれをまずご説明させていただきたいと思います。でそれが終わりましたら資料 1-3-1受電系統の変更についてというご説明をさせていただきたいと思います。で資料の方でございますが資料 1-2-1 これが今回ご説明するパワーポイントでございまして、あと資料 1-2-2 これが
適合性ということで補足説明資料でございまして、資料 1-2-3、これが技術的能力ということで、この3点で常設直流電源設備の設置についてのご説明をさせていただきたいと思います。で戻りまして、資料 1-2-1 でございますが、開けていただきまして、目次の構成でございますが、まず直流電源の設備仕様をご説明させていただきまして、どういう系統に給電しているかという系統図のご説明と、今回の要求されてございます、特に高い信頼性を有する設備ということで、どういうふうにしているかと、それとそれの適用範囲と、あと設置場所、あと容量の選定根拠、それと直流電源の給電に対する優先順位についてのご説明をさせていただきたいと考えてございます。で資料2ページでございますが、これが設備仕様でございまして、ここに記載してございますように、これ33条と57条の第1項に対応、これまで対応してございまして、まずここに書いてございますように、蓄電池の安全防護系用、これ1200アンペアワンで2系統ございます。それと蓄電池の重大事故と対処用、これ2400アンペアワンで1系統ございますが、今回設置するということで、もう1系統の高い信頼性を有する所内常設直流電源設備を設置いたします。で仕様でございますが、これまでの仕様は鉛蓄電池で弁当型という仕様でございますが、今回は多様性ということで制御弁式鉛蓄電池ということで、重放電するときの弁当、水素発生とかの弁当でございますが、これは制御弁で圧の調整をするようなタイプでございますが、そういう多様性を持たせるということで、それを採用しようと考えてございます。で、仕様でございますが、ここに記載してございますように、鉛蓄電池で、組数で 1組でございますが、これ62セルございます。で、容量としては約3000アンペアアワーで、電圧は138ボルトでございます。で、次のページでございます、3ページでございますが、これが系統図でございまして、まず1号炉の A 系統の場合に給電した場合ということで、緑の部分が、これが今回新たにする新設の部分でございまして、右の方に書いてございます緑色、これが3系統目で3000アンペアワーの蓄電池が充電器を通しまして、この上の方の3系統目蓄電池を直流コントロールセンター電源板と、下の方に書いてございますように、係争用の電源装置に給電するようになってございます。で、これは緑のところが新設でございまして、上の方は直流でございますが、係争用電源装置、ここから交流に変換されてございますが、ここから直接負荷の方、監視パラメーター等ございますが、これは米1、米2と書いてございますが、1A の係争用電源装置に主体に書いてございますような原子炉方形の計器ラック、こういうところに給電するようになってございます。でこれが A 系統でございますが、同じように4ページでございますが、これは B 系統でございまして、これは負荷はご存じのとおり、A 系統、B 系と分かれてございまして、負荷としては同じような負荷に給電するようになってございまして、これが B 系統に給電する場合の系統図でございます。で続きまして、5ページ目でございますが、これは給電した場合の状況を書いてございまして、赤で示してございますように、まず充電器から3系統目の直流コントロールセンターを通りまして、1A の直流コントロールセンターの電源板から1A の直流コントロールセンターに入るようになってございます。これは負荷は季節でございますような DG とかの負荷が入ってございますが、こういうコントロールセンターに母線で給電しようと考えてございまして、それ以外につきましては、係争用としては負荷、結構監視パラメーター、DB というのが多くございますが、SA 用として限定したものに給電しようということで、直接負荷に給電するように考えてございまして、それが米1から書いてございますような、各板に直接給電するように考えてございますと。で、続きまして、6ページでございますが、これ、すみません、これまでが系統図、直流電源の給電の系統図でございまして、6ページでございますが、これが特に高い信頼性を有する設備ということで、どういうふうにしているかというのを記載したものでございまして、ここに書いてございますように、特に高い信頼性を確保するために以下の設計とするということで、
耐震を持たせるということで基本設計方針に書いてございますように重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれ恐れがない設計とするということと断層設計用地震による地震力または静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむね断層状態にとどまる範囲で耐えられるように設計するということを考えてございます。で続きまして7ページでございますがその確認する範囲でございましてそれをブルーでお示ししてございます。直流としましては先ほどもご説明しましたように上部コントロールセンターを通して給電するものと軽装用の電源装置ここは交流に変わるようになってございますがここはやはり電路ということでこれ以降につきましても高い信頼性を有した設計としたいということで電路までを確認するように考えてございます。で8ページでございますがそれの負荷の状況を表したものでございます。で続きまして9ページでございますが設置場所でございますがこれ蓄電池3系統目の設置場所につきまして例えば地震津波一水火災について頑健性を有する場所に設置するということを考えて検討してございます。で結果としまして位置的分散も考えてございまして設計基準対処設備もしくはSA 用の設備と位置的分散を図ることを考えてございます。でここに記載してございますように DB はこれ蓄電池は制御建屋の EL10.0 で SA の設備は中間建屋の 20.3 で今回する設置する蓄電池は AB のマイナス9メーターあとディーゼルはエレベーションの 13.3 メーターにございますし下半の直流電源用発電機これは屋外の緊急用保管エリアに保管してございますし下半型の直流変換器は中間建屋に5箇所に設置してございます。これは簡単なちょっとご説明でございますが補足説明資料の 1-2-2 でございましてここに配置図が入ってございまして57条-21の53以降に配置図が書いてございますがまず57条-23これが今回する直流電源の設置場所でございまして57条-24これがディーゼル発電機の配置でございまして 13.3 メーターで57条-25これがDB の AKB 系のバッテリーが設置されている場所でございましてこれが EL10m と同じく57条-26でございますがこれが中間建屋でございまして 20.3 に蓄電池ということで SA 用の蓄電池を配置してございます。あと57条-27でございますがこれが保管エリアを記載してございまして現在の保管は Bと C に位置的分散を分けて2台設置してございます。と57条-28以降についてもこの設置場所を書いてございますということで配置についてはこういうふうに位置的分散を設けた配置としてございます。で戻っていただきまして資料 2-1 でございますがこれ10ページ目がそういうふうに位置的分散をした配置の第3系統目の設置場所でございます。と続きまして、この蓄電池の容量の設定、根拠をここに記載してございますように、第3直流としましては、24時間以上にわたって電力を供給できる容量をということで、3000アンペアアワーとしてございますが、実際には24時間ということであれば、大体2300アンペアアワー、約容量の 77% 程度の容量が必要となりますと、ただし、今回の設定したバッテリーとしましては、ここに計算してございますように、3000アンペアアワーでございまして、容量としましては、2984アンペアアワー、これが大体32時間以上の計算でございまして、これ以上持つということでここに記載してございますように32時間以上の給電が可能であるということでございます。とその容量の算出した容量の負荷の積み上げでございますがこれが12ページに記載してございます。
とあと最後でございますが、直流電源の給電に対する優先順位ということで、混力再生ごめんなさいフローでございますが、まずは DB による給電をすると。でこれで給電をしてございますが、直流母線電圧が108ボルトに低下した場合、この場合に負荷を切り離していけ8時間以内やって、108ボルトにまたあの SA 用のバッテリーが低下しましたら、その場合は第3系統への給電、これも負荷の切り替えによって実施するということで、これで24時間以内にもしあの交流電源が回復しない場合、この場合はあの下半の直流電源用の発電機と下半型の直流変換器の給電を開始するという今手順になってございます。以上が常設直流電源設備の設置についてのご説明でございます。一回切りましょう。はい、はい、質問ありますか。津田沢さん。規制庁の津田沢でございます。資料のですね、すみません、6ページですけれども、まあ、こちらの方にですね、まあ、今回第3系統目の蓄電池については、まあ、特に高い信頼性を有するということが、まあ、書かれておりまして、まあ、こちらの方基準の方にも確かにそのように解釈で書いてありまして、まさしくこれあの福島第一の事故を、まあ、反映した基準でございます。それで、その中でですね、まあ、特にこの特に高い信頼性って一体どこまですればいいのかとは、まあ、基準には解釈には特段書いてませんので、事業者の方でそこはきちんと考えて納得のいく説明をしていただく必要があると思うんですけれども、まあ、資料の中の9ページですね、こちらの方を見て、こちらの方でですね、まあ、あの地震、津波、一水、火災、それぞれの、眼形性について記載があるんですけれども、一水についてですね、まあ、あのこの今回の3系統目の蓄電池の設置場所が、マイナス9メーターという低いところに設置されております。で福島の場合もですね、まあ、電気設備が、地下に設置されておりまして、まあ、水が集中してしまい、まあ、あの機能しなくなったということもあります。それで、まあ、そういうことも反省を込めてですね、まあ、あの信頼性の、確保を図っていただきたいと思っているんですけれども、まあ、この一水のところの対策を見ますとですね、まあこの低いところに設置した蓄電池、こちらのですね設置区画にあの想定される水位より高い高所に設置するということで、あたかもその区画にですね水が入ってくることを想定して想定するような、まあ許容するようなですね記載ぶりになっているんですけれども、まああのこちらの方ですね、特にあのこういう水に対するですね特に信頼性を確保する、特に高い信頼性を確保するということに対して、どのようなお考えを持っているのか説明をお願いします。九州電力の秋吉でございますが、あの一水に関してでございますが、今現在一水あの高さ、まあ、公認等で気候林で出てございますが、大体あの15センチメートルぐらい一水があるだろうと評価してございますと。で、まあ、今回の区画、まずあの区画には水が入らないようにすべきだと考えてございまして、あの設備まで近づいて席を設けるのではなくて、区画の手前で席を設けて、その区画に入らないように席を設けたいと考えてございます。ということで、まずはそこの区画には入らないと、あともう一つ、あのその区画の中であの蒸気配管とかそういう水配管がないかということに対しましても、そういうものは通さないということで、その中での一水も発生しないようなあの位置での直流、あ、すみません、バッテリーを設置しようと考えてございますと。とあと、まああの一応これはあの詳細な設計になるかと思うんですけど、まあ、その席っていうのはどのくらいになるかっていうのは、ちょっとあの実際にその区画がなくなった場合にどのくらい上がるかっていう評価をして、席を余裕を持って席を必要と考えてございますと。ということで、あの一室につきましては、あのそこの近くまで行って席を設けるのではなくて、そのバッテリーとかあのそういう設備がつくところの手前であの防御というか防止するような対策を考えてございます。資料の9ページにはですね、かさ上げまたは席等の対策と書いてあるんですけれども、ではこちらの方はもう席を設置することによって水が区画に入り込まないように設計するということをもう決定されているということなんでしょうか。そうですね、今設計としてはそういうふうに考えてございます。
その際、席の例えばですね、設定にあたってどのようなクライテリアを設定しようとしているんでしょうか。例えば今15センチの評価ということなんですけれども、通常の一水筒評価と同じような、まあ、そういう評価でクライテリアを設定しようとされているんでしょうか。そうですね、今はちょっとあのどれがっていう公認の話をちょっと検討はしてございませんが、今はお示しされた言われましたように、席今の席の誘導を考えた同じような考え方での席を実施しようとは考えてございます。基準の方にですね、この特に高い信頼性ということでですね、規定もあることもありましてですね、一般的な機器と同じようなですね、確かにそれは今おっしゃっているのは S クラスとかとですね、同じような考え方、防護の仕方だと思うんですけれども、特にこちらの設備の重要性を考えてですね、どこまでやったらいいのかってもう少し明確に示していただければと思います。わかりました。そうですね、お示しさせて、あとちょっともう一点追加でございますが、これはまず席で超えないということを考えてございまして、さらに万が一超えたということを想定しまして、その板、もしくはバッテリーはちょっとかさ上げをいたしまして、直接下に水が触らないような形でということはちょっと今検討はしてございます。で、あとその誘導につきましては、その公認の詳細設計になるのか、ちょっとどこでのお示しなのか分かりませんけど、確実に誘導を持った形で席を作りたいと考えてございます。わかりました。また設置場所についてもですね、本当に本来だったらもっと高い場所に設置した方がいいのかもしれませんし、そこはいろいろな、地震との絡みとかもあると思いますので、その辺もう一回ちょっと検討していただければと思います。はい、そうですね、まずはちょっと補足いたしますと、当社としてはバッテリーの位置的分散ということと、確かに耐震を考えまして、まず今 DB のバッテリーが制御建屋の10メーターにございますと、と SA のバッテリーが 20.3 メーターにございますということで、高さの違いを設けて配置してございますし、それで今回考えました AB のマイナス9メーターというのは、耐震性からとしても利点ではないかということで、ちょっとマイナス9メーターという設計をさせていただいてございますが、そうですね、もう少しご説明等につきましては今後させていただきたいと考えてございます。承知しました。はい、他にありますか。これなかなかこの6ページのところが理解できないと、なんでこれを足すんだっていうのが分かりにくいんだろうと思うんですけども、それはこちら側の問題、要するにこれの説明の問題ですけどもね。はい、他にありますか。いいですか。じゃあ、受電設備、受電系統。そうしましたら、引き続きまして受電系統の変更についてということの資料のご説明をさせていただきます。資料でございますが、1-3-1、これが受電系統の変更についての今回のパワーポイントでございまして、あと補足説明資料としましては、資料 1-3-2、で補足をさせていただいたと考えてございます。では資料 1-3-1 の資料のご説明をさせていただきます。開けていただきまして1ページ目でございますが、今回受電系統の変更をして考えてございます。これは実際に今後ご説明いたしますが、500kV2 回線と 220kV4 回線の受電系統の変更を考えてございまして、それについての変更についてのご説明をさせていただきたいと。
でこの中で、まあ、あの鉄塔等ございますということと、あの電線の独立性等がございますので、この点についてご説明させていただきたいと考えてございます。と合わせまして、今回あの設置後あの30年等経過してございまして、特攻開閉所についても更新を考えてございますということで、これについても特攻開閉所の構成配置等についてのご説明をさせていただきたいと。と最後でございますが、これあの一旦1月26日にあの受電系統についてご説明してございまして、この時にあの審査会合におきてあのコメント等指摘事項を受けてございますが、それについての回答をさせていただきたいと考えてございます。でよろしければあの2ページ目にお願いします。で2ページ目に書いてございますように、まあ特攻開閉所は外部電源の信頼性確保の観点から回線数の増強を図るとということと、予防保全の観点から GIS を設備構造全体の更新をしたいと考えてございまして、この下に書いてございますように、あの現状でございますが、赤で書いてございますように、これはあの南九州変電所から500キロボルト仙台原子力線で2回線ございます。それとあの仙台火力新鹿児島線の通るところの横にあの支線ができてございまして、これがあの22万でございますが、220キロボルト仙台原子力線ということで、現在はあの500キロボルト2回線と220キロボルト1回線ございます。それをあの回線数の増強を図るということで、南九州変電所からはあの2回線これは変更ございませんが、新鹿児島線220キロボルトの新鹿児島線から直接仙台原子力発電所に、それと合わせまして仙台火力の方から直接220キロボルト仙台原子力連絡線ということで、220キロボルト4回線の形を考えてございます。で次のページでございますが、まずあの500キロボルト2回線と220キロボルト4回線についての独立性でございますが、電路の独立性ということでございますが、まあ、ここに記載してございますように、南九州から、まあ、これ約60キロ離れてございます、そこから給電するものと新鹿児島線、あ、すみません、新鹿児島変電所、これ約48キロ離れてございます、そこからの給電と仙台原子力発電所、これ約6キロ離れてございますが、そこからあの2回線給電しようと考えてございまして、まあ、それぞれの変電所と連絡等によって、まあ、停止した場合においても、まあ、当社あの原子力の施設には電力の供給が可能な設計になっていると考えてございます。で続きまして4ページでございますが、あの鉄塔基礎の安定性ということで、まあ、これはあの仙台あの外部電源の鉄塔につきましては、まあ、これまでもご説明してございますが、鉄塔基礎の安定性を確保する設計ということで、まあ、ここに書いてございますように、現地倒産によって鉄塔敷地の周辺状況を確認しております。その時の評価というものは、右に書いてございますように、大規模な盛り土の崩壊、まあ、大規模な盛り土は存在しないことを確認するとか、大規模な地滑りということで、亀裂や及び切り土等の地形変形がないかとか、あと、急傾斜地、まあ、亀裂及び切り土等の地形変形がないかというのを評価していってございます。でそういうふうにして、あの個別に基礎の安定性を検討して基礎を選定するような対策を実施してございます。ということで、あの受電系統の変更についての、まあ、電線の独立性と鉄塔基礎の安定性については以上でございます。で続きまして、あの特攻開閉所の今回あの更新工事更新でございますが、これはあの特攻開閉所の構成でございますが、ここに現状で書いてございますように、まあ、これはあの50万原子力仙台原子力線が 1L2L2 回線と22万の原子力支線1回線でございまして、これによってあの仙台原子力の発電所の方は受電系統となってございますが、これをあの右に変えてございますように、赤い線が追加というか更新してございますように、仙台原子力連絡線を2回線と新鹿児島線2回線増やすと、それと合わせまして、あの550キロボルトと220キロボルト連絡を打ちまして、連絡用変圧器で両方から給電できるような連絡線を設けてございますと。これはちょっと記載してございませんが、あの
右の A の、 あの仙台1号機の G ってところが発電機の上にあの四角い括弧がございますが、これがあの発電機不可解兵器でございまして、ここを切ることによって今度あの上から直接あの発電所の負荷に給電できるような構成にするということで、軌道変圧器をなくすような設計と考えてございます。と続きまして6ページでございますが、まあ、特攻開閉所の配置ということで、まあ、これまでもご説明してございますように、まあ、特攻開閉所は不当沈下また傾斜等が起きないよう十分な支持性能を持つ地盤に設置する設計と、まあ、あと特攻開閉所でございますが、今回設置する敷地高さは EL35m でございまして、津波による遡上波影響を受けないところに設置すると。と、あのアクセスルート等についても影響がないようにということで考えてございますということと、あの防火帯についてもあのその内側に設置するように見直しを行ってございます。その絵でございますが、7ページ目でございますが、まずあの特攻開閉所、これあの黄色の部分で囲ってございますように、あの右側下の方のところに特攻開閉所を設置しようと考えてございますと。あと引き込み線ということで、あの右下から左上にあの矢印が入ってございますが、そこからあの外部電源を受電しようと考えてございますと。ということで、あの現在の赤いあの線があの防火帯でございますが、この、 あの防火帯、新特攻開閉所は現在あの防火帯が外れてございまして、これあの実際あの特攻開閉所というのはご存知のように金属製の容器に入ってございまして、火災の影響とはないでございますが、そこにつきましてもやはりあの防火帯の中に入って確実に火災の影響をなくそうと考えてございまして、防火帯を設けようかと考えてございますと。とあと津波の影響でございますが、8ページ目に書いてございますように、まあ35メーターに設置するので津波の影響はございませんと。あと9ページ目と10ページ目でございますが、これあの一層開放の故障の検知ということで、まあ、これまでも一層開放の故障の検知ができるかということで検討してございまして、で9ページ目10ページ目に書いてございますように、まあ、あの500キロボルト系統220キロボルト系統についても一層あの開放の故障の検知はできるようになってございますし、例えば1、2号炉が停止中で50万系が停止中、あ、すみません、あの原子炉が停止中でございましても、これはあの22万と対応を打ってございますので、系統の変動がございませんので、一層故障が発生したまでも問題ないような系統としてございます。と続きまして、11ページ目以降でございますが、これはあの2回線喪失した場合にどう影響があるかというのを検討してございまして、これはあの11ページ目、12ページ目、13ページ目でございますが、あの見ていただいたら分かるように赤いラインで、すべてあの2回線喪失した場合でも受電が可能である系統になってございますと。と14ページ目でございますが、まあ、外資と遮断機の耐震性ということで、これはあの外資につきましては、これまで言われてますように、あの可動性のある懸垂外資を設置するような設計としてございます。で遮断機についてもあの GIS、あのこれ、あの重心が低いガス絶縁開閉装置でございますので、それを設置すると。と沿岸対策でございますが、これはあの GIS は密閉の金属製容器に収容されてございますので、沿岸の影響は受けにくいと。あと外資につきましては、活性にて洗浄ができるように外資洗浄装置を設計する、設置する設計としてございますと。以上が更新のご説明でございまして、15ページ目以降はあのご質問を受けたものについてのご回答でございまして、まずあの開閉所の設備の更新工事後、これについてあの仙台火力発電所の開閉所の設備の負荷の構成から、あのこれあの22万と50万対打ってございまして、それであの負荷の影響、母船の影響はないかということをあの指摘、あの質問を受けてございますので、それについてのご回答と、あの220キロボルト一つ線が撤去される、その場合の影響はないのかということでご質問を受けてございまして、それの回答でございます。で、あの16ページ目がこれ現状の系統でございまして、この場合はあの22万と50万分かれてございますので、これ影響ございませんが、17ページ目見ていただきますと分かりますように、あの左の方に連絡用の変圧器というのがございまして、これを受けますと、あの仙台1号2号の出力があの連絡用の変圧器を通しまして、
仙台火力の発電所等を行って給電するような系統がございますと。とこれにつきましては実際あの仙台原子力発電所仙台火力発電所がともに出力最大の場合が一番影響があるということで18ページ目でございますが、ここに記載してございますようにあの潮流の流れといろいろ想定してございまして、仙台火力発電所仙台原子力発電所出た場合には500キロボルトの仙台原子力線、これは180万キロワット最大で流れるということを考えられてございますということで、あのこれにつきましてはちょっとあの飛んでございまして20ページでございますが、あの仙台原子力最大出力仙台火力最大出力の場合180万キロ流れます。これの場合 あの電流というのは2188アンペアで、ここの母線はあの定格電流6000アンペアでございまして、遮断器も断断路器も6000アンペアのつけてございますので影響はございませんと。とあとあのちょっと戻っていただきまして19ページ目でございますが、ではあの連絡用の変圧器のラインについての影響がないかということでございますが、これはあの仙台火力発電所が止まっている場合が一番流れるようになってございまして、ここに書いてございますように54万キロワット流れることが想定されてございます。これにつきましてはあの20ページ目でございますが、これはあの54万キロワット流れる電流としては1492アンペアになる相当でございますが、これにつきましてもあの220キロボルト母線定格電流6000アンペアでございますので十分持つものと考えてございます。あと引き続きましてあの人吉幹線の廃止後の人吉変電所への電力供給ということで書いてございますように、あのご説明の時に現在平成27年度は人吉と人津の間に220キロボルト人吉幹線のが1ルート1回線ございました。これはあの廃止、要は平成30年2月にも廃止の予定を考えてございますが、これについての影響はないかということで評価してございます。これについてはあの実際あの一つ瀬から宮崎南九州、ここについてあの送電線を増強工事をするよう考えてございまして、そこが工事が完了したら廃止する計画でございまして、増強されているということで南九州からも一つ瀬には確実に受電ができるということで影響はないと考えてございます。説明は以上でございます。はい、質問コメントありますか。はい。あ、規制庁の菊川です。7ページなんですけれども、あの今回あの造成されるあの特攻開閉場の場所なんですけれども、まあ元々ここはあのなだらかな斜面だったところを、まあ、削り取って、まあ、かなり急斜面がになると、あの、まあ背面側ですね、特攻開閉場の背面側が、まあ、急斜面になるとは思うんですけども、まあ、この、まあ、造成にあたって、まあ、改めてその、地滑り等の評価は実施しているんでしょうか。九州電力技術本部の大熊と申します。今のご質問の7ページのところなんですけども、特攻開閉場の予定地の、東側こちらの方に、斜面がございます。で、開閉場のエレベーションが35メートルで、ここの、斜面の標高が一番高いところでイエロー80メーター程度ですので、まあ、40メーターちょっとの斜面となります。で、この辺につきましては、あの気温の、地質調査、あのボーリング調査結果等で、まあ、この地山自体が岩盤で構成されているということを確認してございます。でそのがその 岩盤の斜面、あ地山を掘削してあの、斜面形成していきますので、まあ、あの斜面自体はある程度健康であるということと、あとあの、まあ、あの岩盤の地山の、を掘削していく上での のり面の勾配なんですけども、こちらもまあ標準の面勾配よりも緩い2割で、カットする、計画としてございます。それとあとあの、まあ、5メートル高さごとに小段も設置していくということで、まあ、一定の安定性は確保するというふうに考えてございます。で、一応掘削しますので、斜面の表面等はですね、あのコンクリートの吹き付けとかあの植生で、浸食防止も、図ることとしてございます。ご回答は以上です。あ、分かりました。
はい、他に佐藤さん。規制庁の津田沢です。資料の5ページなんですけれども、こちらの、開閉所のですね、炭素血栓図で、現状だと非常予防線に、1号の主片と軌道用変圧器と予備片から行っているの、まあ、今後はですね、1号2号の所内変圧器と予備変圧器から、まあ、非常予防線に供給しようとされていると思うんですけれども、こちらの方を変えることによって信頼性というのはどうなんでしょうか。例えば位置的な分散とかですね、そういうことから共通要因故障が起こりにくい設計になっているとか、その辺の考慮というのはされているんでしょうか。すみません、九州電力の秋吉でございますが、もともと軌道変圧器は非常用側に給電できるようにということで設けてございまして、通常時でも軌道用変圧から受電するような形態で、これが治った時に予変に行くという。で、あとその常用側が変圧器側から所内変圧器を通るような形になってございまして、そういう意味では今回GLBS、つまり発電機負荷回帰を設けて、受電して1号の周変圧器から両方に設けるっていうことにはなるんですが、信頼性という意味では同等ではないかと考えてございます。と、あともう一つは変圧器と設備としては同等でございますし、今回はさらに連絡用の変圧器を設けまして、22万から50万を通して、さらに1号の周辺圧器から所内変圧器も設けるということで、さらに信頼性は向上できているのではないかと考えてございます。具体的に設備の設置場所等を示していただいてですね、それで、きちんと従来に比べて 分散が図れていて信頼性が増しているとか、そういうようなご説明をいただきたいと思いますので、お願いします。7ページに書いてございますように、そうですね、予備変圧器、これまで予備変圧器は季節の特効開閉所に配置してございましたものが、さらに海抜の35メーター以上のところで、津波の影響を受けにくいようなところに設置してございまして、堂々通って今現在ある周辺圧器、所内変圧器に給電するような形になるかとございますので、まず信頼性という意味では同等もしくはそれ以上になっているかと思ってございますが、そうですね、もう少し詳細ありましたらご説明はさせていただきたいと考えてございます。そうですね、発電本部の福島でございます。7ページで言いますと、今季節特効開閉所というところに、軌道変圧器がございます。で、同じくこの特効開閉所というところに予備変圧器がございます。で、その右に行って周辺圧器がございます。で、今回更新することで軌道変圧器は撤去するんですけれども、右の高台の35メーターのところに予備変圧器を新たに設けるということに、配置としてはそういうふうな計画をしてございます。じゃ、今回の変更によってより、位置的な分散が図れたっていうような考え方でよろしいんでしょうか。はい、そう考えてございます。はい、他にありますか。この9ページと10ページに一層開放交渉の検知というのが説明をされているんですけれども、まず中央制御室の電流計により目視にて検知というのは、これ3層のそれぞれの電流値が見られるようになっている、切り替えて見られるようになっている、そうすると一定の頻度でそれは確認していくということになるんですか。そうですね、実際にはそういうふうに、ルーチンというかそういうところで確認はしていくんですが、確かにこれですぐ確認ができるかというとそれはできなくて、やはり電流の不平衡でまずはリレーで確認して三層不平衡を見ると、でそれでも確かに言われますように何かこう状態がっていうときは電流を見て、そうですね、目視で見るしかないっていうのはその通りだと思います。で、それは負荷がぶら下がってないと難しいですよね。はい。
で、220キロボルト系統で1、2号路停止中であって、一番下の欄ですけど、停止中で中央制御室の電流計により目視にて検知のところに丸ってついてるんだけど、これは何か負荷が下流側にぶら下がってる状態になるんですか。九州電力の秋吉でございますが、実際これ連絡用の変圧器が対応ってございますので、流れるときには50万と22万も電流っていうのはこう相分で流れていきますので、そこで分かって確認ができるでしょうと。で、50万の方は見えない、500系ウイ系統の方は1、2号路停止中で、の時に、はい、50万につきましては 1機以上運転していればリレーとか検知できるとか、そういうリレーになっております。で、もともとですね、1、2号路停止中の一番下ですけれども、これってこの状況の時にはもう1L2L 一方しか受電できてないので、この1回線が一層欠損したらもう検知できないということで、今はこの状態の時は予備変圧器の方に受電を変更して、その電流計20万の負荷が乗った状態の電流で見ようとしております。で、それが今回それがこの米1の説明をしているところで、で、今回は更新するともう20万と50万が連携するので、もう供給はできるので、非常防線には供給できますということを記載しております。はい、わかりました。それからちょっと、巡視点検により目視によって検知というのは、これ巡視点検する際にその3層それぞれに対してこう2層ごとに見てってという目視というのはどういう意味ですか。目視っていうのは現場に行きまして、トランスです、変圧器ですとか開閉器 GIS 等を見ることによって、その各層が一層開放している状態でないというのを巡視で点検するということなんですけど、電圧が立ってるかどうか見ていくってことですか。発電本部の江島でございます。こちらの方の海外での事象でございますけれども、引き込み線ラインの1本がこう切れて垂れ下がっているような状況下でございましたので、そちらの方は目視点検巡視の方で十分確認が取れるということでございます。物理的に何か起きているかどうかを見つけるという意味ですか。これおっしゃるとおりでございます。規制庁の山田です。ちょっと私よく今理解しきれなかったんですけども、その、9ページ の、 下の方の1、2号路停止中のところは巡視点検により目視にて検知っていうところだけに丸がついてるけど、評価が丸になってるのはこの米がついてるように220キロボルトをつなぐことによって電流計で見られるようになりますということなんですか。それとも相変わらずその
計器では見れないけど巡視点検ということだとすると巡視点検しない限り磯貝報告書見えないということなので直ちに対応できないということになるのかというふうに理解をするんですが そうではないということ、この表っていうのはその一層検知一層解放の検知をまとめておりますけれども何が目的かというとその非常予防線に対してちゃんと外部電源が供給できる系統であるということをこの、一層解放の条項では求めておりますので一番下の12号停止中で 1L 停止中というこういう状態であっても20万を4回線50万と連編でつなぐことによって非常予防線に対しては非常予防線が電圧がその乱れることがないということでこの評価としては丸としております。非常予防線の下にぶら下がっている変圧器で一層解放故障したらどうなるんですか。もしくは非常予防線のすぐ上のどっかにつながっている変圧器で一層解放故障したときは。発電本部の小柳でございます。まず一層解放故障に関しましてですけれども変圧器及び GIS こちらでの一層解放故障が発生した場合にはその機器ごとに母線保護装置ですとか変圧器保護装置のリレーがついてございましてその機器内部での一層解放故障につきましてはそちらの検出器から検知が可能という整理をしてございます。でこちらの表9ページ10ページに記載しております表に関しましてはその季節の保護装置で検知できない送電線に対しての解放故障が発生した場合についての表を整理したものでございますので変圧器 GIS の内部の故障につきましては既存のリレーで検知ができるという整理になってございます。その既存のリレーは電圧を見てるんですか、その変圧器の虹側を見てるんですか、それともどこで電流を見てるんですか。九州電力の秋吉でございますが変圧器は8並りということで両方の電流を見てその電流の差分を見たりしてございます。電流を監視してございます。あと地落した場合は地落電圧等でリレーが働くというふうになってございます。ちょっと実際の母船構成がどうなっててっていうのを取っ払ってお伺いをしてるからちょっと具体的には分かりきってないのかもしれないんですけれども一層解放故障は電圧は立っててですよね、その一時側の欠損したとしても電圧が立っていてでその下に負荷がないときは電流がないから一層解放してるかどうかが分からないっていうのが現象のはずなんですけれども九州電力の秋吉でございますが気柱線のような線がぶら下がっている状態というのは確かにそこの電圧がなくなって電圧が立つか電流がなくなるだけということになるんですがこれやっぱ GIS というのは母線中で何ていうんですかね中での線っていうのは短絡したりいたしますので例えば荷電流が働いたりとか送管の電圧が働いて地絡を判断して検出できるようになる。いや地絡とかそういうのが起きて異常電流流れてれば分かるんですけど要するにそうですね64リレーと荷電圧地絡荷電圧っていうのがございまして地絡した時の電圧過電圧がかかった時についても検知できるようになっています。いやですから地落とかしてなくて単に解放してた場合ですよね。九州電力
電力小柳でございます。先ほど繰り返しになりますけれども、変圧器ですとか GIS の機器の内部で開放故障を起きた場合には、その先ほど申しましたように電流で検知ができるんですけれども、問題となっておりますのが送電線、機中の送電線等で一層の開放故障が発生した場合に、変圧器で二次側の非常防線の電圧に対しましては、一層開放故障してても電圧に低下がないと、そういうところが問題となってございまして、その変圧器の巻き線形状によりましては、その非常用母線の電圧の低下が季節の低電圧リレーで拾えないというような事象が発生いたしますので、そういうところを総合的に勘案しまして、送電線側に流れる電流、こちらで、を監視することで、電流値を監視することによって、仮に送電線で一層開放故障が起きましたら、その層につきましては電流流れませんので、そちらを、着目して検知をしていくという整理にしてございます。それは分かってるつもりなんですけど、それも1、2号路停止中の時って、はい、で1、2号停止中のこの9ページ10ページの表なんですけれども、1、2号停止中でありましたら、発電所としましては送電する電流がございませんので、非常用停止中に必要な補給所内負荷に対しまして、受電する側への電流値しか送電線には流れてこないということになります。でここの50万の表と、10ページの20万の表で、同じ停止中でも中央の電流計での検知ができるものとできないものの違いに関しましては、中央の、送電盤に設置します電流計、こちらのレンジが500キロボルト系統の方につきましては、送電電流も監視するものですので、0アンペアから、3000アンペアワーまでの広いレンジですので、その微小な所内負荷が流れた時の電流というのをちょっと検知できないというところがございます。それに対しまして、20万でありましたら、受電する際の微小な所内電流も電流計の指示値を確認することで検知ができますので、そちらが50万と20万での、相違点になっております。というと、最初に伺ったことで電流値で分かるんですかと申し上げたのは、50万従来であれば50万にしか、1、2号停止中については外部電源50万からつながっているので電流値検出できないけれども、この連絡用のやつでやると1、2号停止中についてはもう22万からしか取らなくなるので電流値で計測できるということですね。だとすると、この9ページの表でいくと、中央の制御室の電流計の目視にて22万系統から入っている電流を見ていれば分かりますという、そういう理解でいいんですか。すみません、こちら9ページの表は50万の送電系統に対して故障が起きた場合に対してですので、50万の電流計ではやはり指示値がレンジが大きいので、そちらにつきましては現状も検知ができないんですけれども、複数回線が入ってきますので、非常用母線が不安定になることがないという整理をしてございます。九州電力の秋吉でございますが、セットものとして見てございますので、ちょっと表現と確かによりましたように、今両方から見たときに22万のもので見れるっていうことで50万が見れないっていうことにはなるんですけど、確かに両方で見れば分かりますが、ちょっと注釈というか書き方、表現とちょっと記載を検討させていただきたいと考えてございます。先ほどの近代上の件があるので仙台1-2の変更に関してはもう1回、少なくとも1回以上審査会をやらなければならないですけど、その時に整理し直してほしいのは、まずこのページだけども括弧3、一層開放故障の検知って書かれていて、評価に丸がついているというのは、これは検知できるかどうかと受け取るのが自然であって、検知はできないけども220系統があるから大丈夫なんですっていうのは丸じゃないよね。それから巡視点検により目視によって検知というのは、先ほどあったように見に行って、明らかに物理的に見られた時のケースだから、とりあえずこれは落として考えてもらって、覗いて考えてもらって、で先ほどの説明だと500kV に関して一層開放を起きても電流、負荷が小さいから
停止時であると負荷が小さいので、ぶら下がっている負荷が小さいので電流系で、レンジの広い電流系では拾えないと。ただ、220kV、繰り返しになるけど、290kV と連携しているから、電力的には大丈夫だと。だけど、500kV の一層解放がそこで見つかるわけじゃないですよね。で、そのまま立ち上げていったら、また今度は、あれっていう 500kV、一層解放してるじゃないっていうことにならないとも言え、負荷がかかってきたら、今度は 500kV の方でも分かりだすわけですよね。ちょっと今言われたように、検知という観点と実際にその必要な電力が取れるのかというのは別の話ですので、整理をし直してもう一回説明してください。ちょっと続けてなんですけれども、多分送電系統の方でちゃんと検討されてるんだろうと思うので、念のためお伺いするだけなのかもしれないんですけれども、今伺っているとするお話だとすると、3ページ目 の系統図見てなんですけれども、これ通常運転中からずっと50万2系統と22万ですかの、4系統はつながっているんですね。切れてないんですね。とすると平常時 の電力潮流の話は16ページ以降で書かれているので、その過負荷というか潮流が超過することはないということだろうというのはすぐ分かるんですけれども、これだけ50万と22万のループで組んでるときに、どっかで送電線切れたときにこれ変な潮流がぐるぐるっと動いて、どんと系統が落ちるようなことはないんでしょうね。九州電力の菅でございます。ご指摘の件ですけれども、確かに平常系統ではこのチェックでして、で、レアといいますか、平常じゃない系統もですね、一応社内チェックはやっております。具体的にはですね、17ページご覧いただきたいんですけれども、17ページのですね、最も母船に一番こう電流が流れるのは、仙台火力発電所、左の上の四角のところですけれども、そこのですね、仙台火力発電所の南九州に行っている送電線、ここが2回線とも切れますと、火力発電所、仙台火力発電所の発電分、それがそのままですね、仙台原子力発電所の母船を通過しまして、50万ボルトの仙台原子力線を経由しまして南九州側に全て運んでいくという形になります。これが最も過酷な系統でございまして、その場合もですね、全流値をチェックしておりますけれども、大体ですね、3200アンペアぐらいということで、定格の約半分ぐらいで収まるということで、一応社内的にはそういうチェックをかけてございます。以上でございます。とすると逆に心配なのは、この50万が切れたときはすぐに仙台原子力の方は落とすんですか。じゃないと50万のやつが22万の方に回り込んでいきますよね。九州電力菅でございます。おっしゃる通り、50万側の南九州端側が切れますと、すべての電気の方が今度は仙台火力発電所を経由しまして、仙台火力線の方に乗って南九州変電所側に経由することになります。連絡の変圧器につきましてはですね、150万の電源を確保しておりますし、あと仙台火力線につきましては124万ということで、途中泉変電所とか仙台変電所に負荷を落としながら輸送していきますので、基本的には過負荷は発生せず輸送可能ということになります。ただし仙台火力発電所をこう絞らないといけないという条件になります。よろしいでしょうか。あとは、その潮流だけでは電圧とかそのあたり大丈夫なんですか。電圧は問題ございません。もう一つ、
22ページに人吉幹線ですか、この廃止後に関しての現在と廃止後の比較をしていて、人吉幹線、人吉とそれから一つ瀬って読むんですか、これ一つ瀬でしたっけ、これを廃止するのは、一つ瀬と日向との間の増強をしたときに廃止するんだというふうになっていて、ということはこの2ページの図の変更後っていうのの一つ瀬日向間が1本になってるけど、これは2本の間違いですか。九州電力の秋吉です。はい、そうですね、修正したいと考えてございます。タイミングなんですけども、このタイミングってここだけ30年2月の廃止 の期日だけが、書かれてるんだけども、今回のこの、まあ、仙台原子力発電所に入るものの増強、それはいつまでにっていうことなんですか。前後関係はよくわからないんだけど。発電部福島ですけれども、この更新は現在のところ35年をめどに考えております。ということは2ページで現状と変更後っていう絵が描かれているけども、その途中段階では仙台原子力に入るものは現状で、人吉一つ瀬の間の人吉幹線は廃止されている状態が あるということですよね。ちょっと一つある局面ごとに確認をしたいので、変わるたんびにこういう絵を描いてもらえますか。よろしいでしょうか。はい、他にありますか。はい、桜田部長。規制部長、桜田です。この変更工事の中に、所内変圧器をこれ多分交換するっていうことなんですかね。能力増強するっていうのがあるんですけども、大きいものに取り替えるっていうことではないんですか。発電部福島です。5ページにその記載ございますけれども、変圧器 の冷却能力、ファンを増強して、ものは一緒なんですけど冷却能力を増強することで65メガに上げるという計画でございます。分かりました。ちょっと気になったのはこのもし取り替えるんだとすると、そっちの工事と特攻開閉所の工事と その前後関係はどうなのかなと思ったんですけども、分かりました。はい、他にありますか。いいですか。はい、それでは今日の議論の対象についてはそれぞれ、改めてもう一回ということになりますので、はい、それでは資料の整理を進めてほしいと思いますけども、はい、それでは以上で、第387回の審査会合を終了します。ありがとうございました。